皆さん、こんにちは。ただいまに第148回日照物件で産休に関する回答速報を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 えー、じゃあですね、本日実施されました、第148回の日証簿期3級検定試験ですね、えー、こちらに関する回答解説というところでございまして、まあ回答解説というか回答速報ですね、えー、お時間、おおむね30分程度、頂戴いたしましてですね、えー、先ほど皆さん方にご回答いただいてまいりました、3級本試験についてのですね、要点用紙、えー、これを少しお話し,しようというところになっております。で、まずですね、 今回の3級に関しては、あ私ども、レックの方とで,ですね、まあ、今回もっていうのかな、あのー、一応回答速報という形で作成いたしましたものをーホームページの方でアップさせていただいておりますんでね、まあ、既にご確認いただいた方もおいでになるかなとは思うんですが、あこちらね、一つ参考としてご活用いただいてね、まあ、ご自分の得点状況どんなかなという予測にね、お役立ていただければいいかな。 いうふうに思うんですけどもあのー、その際にちょっと一点だけまず最初にご案内しておきますが一応今回もですねご要望が非常に多いというところもあるので、えー、第1問から第5問に至るまでね各問題について予想の配点箇所をこれを伏せ伏、えー、させて いいただいております、えー、特にまあポイントになってくるのは第3問以降かなっていうふうに思うんですけど第3問の残高資産表で第4問仕分け日経表で第5問の PLBS 代表ですねでそれぞれに関してまあ予想の配点箇所ですね、えー、これをですねまあ太字で太い罫線でくくってある形で、えー、私どもの方を公表させていただいておるんですがあこれに関してはあ,のあくまでも 私どもレックが考える予想の拝点箇所という前提になりますんで、まあ、何が言いたいかというと要はですね日商さんが本試験採点で用いる拝点箇所、ね、正規の拝点箇所っていうのはこれ公表されておりませんので、えー、従ってですね、えー、あくまでも拝点箇所っていうのはうちの予想です。えー、問題の内容等を勘案して まあ処理手続きなどを考えれば、まあ、おそらくこういった形でこういうところに点数来るだろうなという前提でうちが独自に考えた予想配点に過ぎませんのであの100%完全に西尾さんが本試験の採点でお使いになるもののとは一一致致しませんで一致ませせんんでですからまあ何て言うのかなあーこちらの予想配点箇所に基づいて自己採点をやっていただいた結果ですね例えばあ66点しかいかなかったと。 おあダメだもう今年の試験ね今回の試験ダメだったなんていうふうに思わないでくださいあのこれはあくまでもうちのオリジナルなんでだから一応これは一つの目安として見とていていただければというところになるんでねそうだなあ基本的にはまあプラマイ5点えー、ある程度幅を持って、えー、見るんだったらばまあ10点ぐらいですねプラスマイナス10点ぐらい ご自分の自己採点の結果に対してプラマイ10点ぐらいの幅を持っといてもらえればこれあの,実際の合否判定とおそらく一致します、えー、今までの試験でも毎回毎回まあうちでもこういうの出させていただいてるんですがあ例えばうちのね、えー、本試験のお予想配点箇所でね自己採点やったら85点だったけど結果落ちましたってうーん。 あん,まりあんまり聞かない。と、えー、いうかほぼ聞かない。うーんでそういう人もあのいないわけじゃないんだけどよくよく聞くと根本的にそれ答えが違うとそんなの許容されませんとおいう話だったりする場合はたまにあるんですがあの基本的にうーん15点も20点もずれちゃうってことないですよ。ですからあーまあプラマイ10点ぐらいのね,ね幅を持って。 見といてもらえればもう問題ないとは思うんですけども一応ね、えー、参考ということで載せさせていただいているものなんですよいうことを前提にご確認をいただきたいなと思います、えー、公表されてればねまあ、それをうちも載せてあげたいんですがあ残念ながら教えてくんない ねえー、教えてくれりゃいいのに教えてくんない。ねえ、教えてくれないから僕らも教えらんないっていうね。えー、なかなかこう微妙な、ああ、スパイラルにこう、陥っとるわけです。まあ、そんな大した話でもね、かもしんないねけどね。ええー、ちょっと教えてくんないんですよ。え、ね、え、教えてくれ、教えてくれ、いいのにね。う <laughs> んともうケチなんだからっていうね。<laughs> ええー、まあそこはね、教えてくんないんです。ですから、まあ皆さん。 予想配点で我慢してください。あ,ーだからあくまでもね、これは参考よ。だから、ね、自己採点の結果っていうのは参考ですから、変に気落ちする必要はない。ね、あーそこはね、ちょっと明確に申し上げておきますんで、ねえー、あくまでも参考としてご活用くださいということです。でね、今日の148回産休に関する、そうだな。 あまず全体的な僕が思う感想から申し上げると今日の148回はまあまあ妥当な問題なんて言うと偉そうだけどね、うん、でもまあまああ,あるべき3級の問題なのかなというふうに思います変に図抜けて簡単なんていうことは当然ない本試験だからああ当然のことながらそんなことはないです図抜けて簡単ということはないけども 図抜けて難しいっていうこともないだからあの本当にね平均的本当にまあ平均的まあないしは一般的な3級の本試験の問題と言えるんじゃないかなっていうのが今回の本試験を見たそして解いた僕の感想 ですえー、まあ一時期はね産休も結構波がある問題がレベルが相当こうこんなになった時期がありましたけどちょっとやっぱここのとこ落ち着いてきてますあの。でもこれで僕はいいんだと思いますよ。ね。まあ一番最初ね事実上産休は一番最初に試験受ける方今でも多いわけですからあーそういうことを考えるとですね簿記に関する基礎的素養をしっかり身につけてきたかどうかあそれを認定しましょうという意味では。 まあ非常に妥当性の高いい問題だと思います、えー、特に今日は第1問第3問第5問というねいわゆる奇数問、まあ、3級を合格目指すにあたっては当然柱を形成するこの3つの問題ありますがこの3つがねまあまあちゃんとやるべきことを努力してきた方であればそこそこ点数は詰めるよと。まあざっくり言っちゃえば135に関してはもう絶対的にと言っていいぐらいちゃんとね 本来やるべき勉強をこなしていただいていればまあ7割ずつぐらいはちゃんと取れんじゃないのという問題だと思うんです。お,おそららく皆さんもねえー、今日の問題ご覧になった時にですねうわすげえ難しいじゃん第3問とかないでしょうまあもうやだな試算表とかって思いながらもまあまあまあやってみっかと思える問題だったと思いますよ。で逆に言うと今日の奇数も 1> 第1問第3問第5問っていうのは3級の受験生さんが本来ちゃんと身につけておくべき内容言い方があれば身につけておくべき力あ基礎,基礎能力ですねこれをしっかりと身につけたかどうかを認定するという問題としては僕は非常にいい問題だと思います。ね えー、あるるべき問題とと言えると思いますよ、まあ、これもちょっと偉そうになっちゃうけどね、えー、まあ別に偉そうに言うつもりもないんですけどもでも僕は両問だと思います。で逆に言えば今日の本試験の問題で135問ちゃんと点数取れましたと。ね、えー、満点とまでは言わないけどもね、えー、しっかりそれぞれ7割以上をキープして得点源の柱を作ることができましたとこうなっておられる方々はちゃんと自分が。 3級の合格を目指して日々勉強してきたものがあるべき形で自分の中に残ってるっていう一つの証ですよ。ね、逆には今日の問題はちゃんとできましたっていう人は自信を持てばいい。で中にはねちょっとした言い回しでミスっちゃったとかっていう方もいらっしゃると思う。ねまあ、試験でですからやっぱりいつもと違う環境でね。 えー、違う場所で試験を受けなきゃいけないっていう方がほとんどなので、まあ、そうなってしまうとですね多少気持ちが舞い上がったりとかいうのもあるからあ少しうっかりミスの類いが出ちゃってねそれが大きく影響しちゃったっていう方もいるとは思うんです。ね、ただそういったことは除いてですよあのー、今日の問題で例えば根本的にね第1問の仕分けが5つあるけどもそのうちの3つはわからないとか。 あ第3問の試算表を作るにあたってさ具体的取引内容あったでしょだーって仕分けしなきゃいけないじゃない。でその仕分けを切っていく時にね、えー、例えば3分の1ぐらい仕分けすら切れないとかそうなっちゃってるんであればそれはやっぱりねあの産、ー、級の受験に向けてやってきたあー勉強というのがちょっと根本的にやり方が間違っちゃったのかなっていうところにもなるだろうし言い方変えれば今日の問題が再度解き直した時に。 ちゃんと7割8割という形で得点ができると135の問題で8割ぐらいの得点がちゃんとできますよとそういう状況を作っといてもらえればい3拠の本試験ちゃんと受かるだけの力を身についたという一つのチェックにもなると思うんでねだからそういう問題として使えるぐらい僕はベーシックな問題だった,ような気がしますただまあ今も言ったけどね 問題文の言い回しがやっっぱりり独特だったりするんで、えー、少しそういったところでね悩んでしまったりとかあー気持ちが舞い上がって間違っちゃったっていうのはあるかもしれないけどもねえー、そういったところを除けばですね基本的にまず今日は135で勝負がかけられてでなおかつ一般論ですけど第4問第4問ちょっとまた伝票出ました出ましたが第4問の伝票会見は解きやすいでしょう ね、でベーシックな伝票の論点であったりするわけですからあこういったところをしっかりと積んでいけばですよ確実にもう合格点数は達するでおそらく一番手続き論として嫌いな人多いのは第2問なんですよね。あのの感感情情推定みたいいいななやっっててくれってのは結構嫌方多いですから、ね、で結構嫌いな方多い問題だけどまあ表現は良くないですけどね所詮第2問たかたか10点の問題。 それに変にこだわる必要ななんんかないんですよ今日の問題はもっと全体を俯瞰してみれば柱の奇数問でちゃんと点数を取らせるようにしてくれてる。ね。だからまあ一般論で言うとですけどね、えー、135を確実に終えて4問目を終わらせてで余った時間でじゃあ第2問をちょっとやるかと。で分かんないとこあったって別にいいわと。なぜならばそこまでで5つ問題あるうちの4つすなわち数で数の割合でいいやつが80%はそれなりに自分で手応えあるぐらいの答案作れてるんだから。 それぐらいの状況で第二問を移ってもらえればね変に気負うこともないじゃないねうん、難しいなまあでもいいかってね、別にもうね、何問以外はもうある程度解けてるもんっていうのがあればさね、えー、変に気負いを持ってね問題挑む必要もなくなったと思いますよで、ただまあ今日の第二問であれば意外と問題文読んでもらえばね えー、しっかり顔でできたところも結構あると思いますよ。あの交通系 IC カードのうんちゃらがんちゃらとかつってねまあここら辺はやっぱなんか近年よく出るけどね、えー、ある程度ベーシックな資材形式とは言えるようにはなってきてんのかもしんないけどもまあそういったところに惑わされずねしっかりと本来3級の受験生さんがあ身につけておくべき、えー、能力を問われている第1問とや第3問そして第5問。 ここら辺で、ね、確実に対応するということが大事だったんじゃないかなと思います。でその上で各問について少しお話しするとまず第1問の仕分けの問題なんですがあのー、講師の欲目、ね、講師の欲目も含めて申し上げると今日のちょっと第1問は僕個人的には満点狙ってほしかったなあーいう気はする。た、まあ、ただ説問の5番あたりでね 銀行借り入に関する利息調整まあ利息の計算しなきゃいけないでしょで利息の計算してもらう時にまあひさかたぶりっちゃひさかたぶりですけどこれ日割りなんでねでしょでし日割りですからまあちょっと電卓打つのがだいたい月割りが多いからさ意外と最初ギョッとするかもしんないけどただ日割りの問題出てきた時に一番ネックになるのは当然日数を特定することなんですね。 え初日不参入なのか両配で両媒落としとかねいろいろあるけどもそこら辺どういうふうに計算しますかっていうのは一つ問題になるわけですが今回のこの問題はもう典型的に借入れ期間100日でやってくれと100日なんだっつってるからその前提で365日分の100で分数組んでいただければすぐ計算できたでしょ最初は日割りでちょっとぎょっとするかもしんないけどまあ別にやっていただく論点自体これといって難しいのが今回ないねこれといって難しいのがない したがってまあ皆さん方今日はね繰り返しになるけど僕じっくりやっていただいたって十分満点狙えたんじゃないかなっていう気が僕は個人的にしています。ね。ただまあ一般的に第一問の仕分けの問題っていうのは3問死守ですと。ね。5つ説問あるうちの1個2個は難しいの出ますからあそうすると絶対3問は死守しましょうよというのがまあおおむねね 多くの受験生さんが目標に据えてるところだと思うんだけどもその3問っていうのはもう十分今日の問題だったらカバーはできるだろうしまあもう一つ先さらにもう一つ先満点を狙ってもらっても僕本当に良かったと思いますよ。でそういう意味では今日の問題っていうのは僕結構落ち着いてていい問題かなと思う。でただ工藤だけどあの簡単だったほうじゃないよ。ね例えば4番目のね土地の購入に伴って整地費を払いました。 まあ内容はねいろんな言い方できますけど、まあ、こういったものがその土地が自分のものとして使用できる状態を作るために必要な額という点からすれば当然政治は必要だな、首都原価参入されるでしょうとこういうちゃんと解釈を立ててね作業手続きを取りましょうって話ですから僕すごくいい問題だなって4番目辺りは思いましたけどね、えー、やっぱそういったところがさいや別に難しくないよと思われると思うんだけどそういう方も多いと思うんだけどねでもそれは。 皆さんがちゃんと勉強して基礎を固めてきたからそう思えるようになってるだけよ。ええー、逆に言えばそこまで皆さんはもう自分の力を高めることができたってことですよ。こんなのね普通に僕の勉強やったばっかりの人見せたって分かんないでしょこんなの。できないですよ多分。ね。そういうもんですよこういうのって。ね。今皆さんはもうそれだけの専門知識を持った人なの。だからこの問題は簡単だって判断ができるだけで。え 勉強を始めたばっかりの人にははそうは思えないこれはだからいいものだと思いますけどねだからそんなところは自信を持ってさできた方はさねちゃんと自分は力がついてんだなっていうふうに確認すればいい。で第2問に至っては、まあ、引き出し金勘定ってあの一定のクール出るんだけど、まあ、僕は個人的にこれいるのかって思ってんですけどねまあまあでも個人商店だからね。えー、引き出し金 出すすんですまあでも別に引き出し金という扱い自体が重要だってことではなくてたまたま引き出し金を題材に用いてるだけでね、えー、取引がいかなる形で記帳されいかなる形で期末の段階で手続き取れるかその一連の流れをたまたま対象として引き出し金を前提にしてるだけだとは思うんですけどねまあまあでもそうだなそのさっきも言ったけどこの IC カードから旅費交通費4500円払ってうち2000円は店主の使用によるものだったとかつってね。<laughs> 問題文がめんどくさい、えー、2,000円何買ったんだって話ですけどまあこれね、えー、その2,000円店主の使用による部分は、まあ、当然店の金ではあ店の金を勝手に使ってるわけですから、まあ、勝手に使ってるって表現あなんですけど商売とは関係ないところを使ってるわけですから当然こんなもの店の費用になりませんのでね、えー、したがって皆さんこれは引き出し金。 その前提ででで処理をすすればいいいしょうっていう話になるだけですからまあでも冷静になっちゃえばそんなにねず抜けて難しいっていこともなかったんだろうけどただ意外とね、まあ、引き出し金の話っていうのはこうやって出る時はポッと出るんですけどね出ない時は点で出なかったりするからねちょっと復習の対象から少し省いちゃったなっていう方は第二問が手に出にくいってのはあったと思いますよでもあっても別にいいんです所詮10点ですから。 あーだからそんなところはちょっと後回しにしといてもらってね第3問とやってもらえばいい。で第3問もまあ今回残高値さんが作ってもらう問題なんだけどあのー、まずね僕この問題見た時に思ったのが量少ないなと思ったんですね。で少し量が少なめだなっていう気はした。でその上でねそうだな一つ一つの取引に対しては多少やっぱり問題ですから。 ね、問題ですからちょっと読み取りめんどくさいところはあったりしますよ。ねええー、例えばで言うとなんだああこれだ8日とかさ、ね、8日の取引なんてこれも読むのがちょっと最初めんどくさいよね。えー、商品27万売って代金10万円は得意先売り出し役手回収で注文時に受け取った手付八8000円を差し引いた残額は賭けだで最後到底負担の発送費2000円は現金で払ったよ。ねえ まあこれ、商品販売に関する発送支払いですから根本的にこのパターンは商品売るってこいと発送支払うってこいこのは別ですからねでその前提で分けていかないといけないで分けていく時にまあこの売上関連がね貸し方売上27万簡単ですけど借り方受け取り手方があ10万たってで前受け金が8000円たってで残りが売り金とかねちょっと仕分けたっの面倒くさいパターンだねで、面倒くさいパターンではあるけどもしっかりと 一つ一つデータを当て込みながら仕分けを形成してってもらえれば決してできないものじゃないでしょでちょっと注意が必要だったのはこの8日に出てきた発送費とですねえっ、ー、となんだっけもう一個どっかにあったよね仕入れ関連の発送費用が出てたと思うんですけどちょっと字がちっちゃいからねまあ本当に年々年々3級の問題を見るのが苦痛になってる僕がいるんですけどね えー、どこだっけね商品の販売関連販売関連の費用支払い発送費の支払いが8日の話としてあってで残りの部分でね、えー、仕入れ関連の話でもちょっと似たり寄ったりの表現を使ったりとかしてる部分がありましたんでねまあそこら辺ちょっと言い回しをあえてに通せた形にしてるんだろうけどねああ29日だ。 29日あたりで当店負担の引き取り運賃2,000払いましたとかって話があったりする。でこんなのは、まあ、冷静になってもらえればね仕入れに伴う引き取り運賃は仕入れ勘定すなわち取得圏価参入ですけど売り上げ関連のおお発送運賃については発送費でしょ。まあそこはですね冷静になってもらえればなんとかないんだけど実はちょっとここねイージーミスしちゃったっていう人もいるやに僕はちょっと聞いてるんですよ。まあそれが本試験の怖さだよね。 えー、その人なんかだって普通に普段話してる時にはそんなことでミスしてる必要ないですからでも、まあ、本試験の怖さだね、えー、少しまあ気がねえーまあやがっちゃったのかなっていう気がするけど、まあ、そういったねちょっと回通した言い回しのところでミスを立てないようにねやっぱりして,していただきたいというより思います。 でその後第4問の伝票はまあちょっとこれは取り残だと思うんでしっかり取っていただいて満点狙いですね。で第5問第5問の PLBS まあ毎度おなじみではありますがこれねやっぱちょっと最初の方の未処理事項が読み取りづらいでもこれはあえて読み取りづらい文章にはしてるんだと思います。だって経理事務の能力を考えた場合に必要な情報を自分で抽出して処理をするってこと絶対必要な能力ですから。だからそういっったこととをやっぱちゃんと身につけてますか いうことを問うためにあえてあえてね、えー、読み取りづらい文章にしてるってところあると思いますよねそうじゃなかったらあのただ単純に性格が曲がってるかどっちかですからまあ言ったってでもね、えー、立派な先生方が問題を作りになるわけですからそんな変な意地悪はしないでしょうからねやっぱりそういったちゃんと意図があってここら辺はおやりになってるんだというとこだと思いますから意外とね 今日も相変わらずなんですけど問題が読み取りづらい言ってる意味がよく分からんっていうのはですね、えー、何人かからもう聞きましたでもそれはねしょうがないですよ今言った通りねええー、あえてすか少し読み取りにくいような文章にもなっとるだけだとそれはちゃんと与えられてる中で文章の中でね自分で必要なデータというものをちゃんと抽出するようにすか必要なデータを自分でちゃんと選びなさいよと 抜き出しなさいよそして処理を導出しなさいよとこういうコンセプトなんだいとおいう話はねしたんですけどもねまあまあやっぱ3級の時点ではね、えー、まだ問題に慣れしてないところも多少あるでしょうからちっと言い回しがやっぱり1番2番あたりは厳しいかなっていう気はした。で、ね、厳しいかなっていう気はしたけどもただまあ冷静になってやってっていただければ決してできないようなものでもないような気はするんだけどな。 うんでもまあまあこれも毎度おなじみではございますがまあそうね第3問同様第5問に関してもやっぱり基本は7割狙いですからそうするとですねまあ有形固定資産関連なんかはちょっと今日は難しかったっていうのはあるとは思うんだけどもお基本的な処理論をしっかりと進めてっていただくことができればね7割確保ってのは十分できたと思いますよ。でその時に、まあ、今日は PLBS ですから。 皆さん当然表示科目の部分はね意識をしなきゃいけない。で古典的な表示科目として PL 上の売上高とか売上限価欠かせると、まあ、こんなのはね一つありますが、まあ、今回はそこはもう買い取りに載ってた。ね。で載ってたんですけどその代わりと言っちゃあなんですがもうこれもおなじみかなあ ?BS 上の未払い費用とか前払い費用ねちゃんと見越し繰り延べでやっていただいた科目については表示科目に直さなきゃいけないやつ。でその時に未払い費用と未払い金をごっちゃにしないでね。 未払金っていうのは純粋な確定債務ですか他人様に対して直接期末決算の段階で支払い義務を負ってる部分がですかああ未払い金で対して経過勘定つってね見越し繰り延べの結果出てくる部分は未払い費用ですからそこはもう一緒にしちゃダメですよ単的に言うと未払い費用で処理するものってのは別に期末決算の段階で即時支払いを行う必要はないんです契約上は時期移行契約に定めた日を迎えれば払えばいいただ簿記の目的として 当期の費用収益を適切に把握するためには見越し繰り延べが必要だだから見越し繰り延べやった結果出てくるものは純粋な未払金などとは違う期末決算で即時支払いを履行する必要はないだからそこを明確に示すためにも未払い費用などという形で名称を分けるわけですからああそこら辺はしっかりとですね皆さんこういった問題を通じて確認をしておくということがそれなりにやっぱり意味があったんだろうなと思いますでも そうだな、まあ、それぐらいはやっぱり欠かせたところで別にねず抜けて難しいっていうことじゃないしやっぱり逆に言うとこれぐらいはね試験員の問題、ね、お作りになった先生のご要望に応えられるだけの準備というのはやっぱりしておくべきだったんじゃないかなって僕は思いますよこれに関しては。ねやっぱりこの未払い費用とか前払い費用ってのはもう過去の主体実績も何回も何十回もあるわけですからしっかりそこまで想定して準備というのはやった方がやっぱりいいですよ。 ね,ねえそういうことを考えるとまあ多少計算ミスなんかも出るだろうからさこれも満点取れなんていうつもりはないけども7割っていうことを考えればプラスアルファということを考えれば十分カバーできる問題だったと思いますね。で、ね、したがって工藤、まあ、ですが今日の3級の問題に関して言うと全体通じて申し上げれば、まあ、私の個人的な所感ではありますけども。 まあ普通,、えー、普通というか本来あるるべき3級の難易度とといいう,うに言えると思いますでただねあのこういうこと言ってしまうとあの試験ですから、ね、自分の持てる力がちゃんと出せなかったって人も絶対いるはずなんで、ねね、そうなると「ああもう俺はダメだ」と「3級の勉強やっちゃうみたけどやっぱり俺には合わないんだと」と、ね「もうやめよう3級と思われちゃう方もいらっしゃるかもしれない。 ね、だからあんまり普通普通って言わない方,方がいいのかなっていうのを僕心の中で思ってるんだけどあの僕が言ってる普通っていうのはですかあくまでも過去の問題と比較してですか難易度としてどうですかっていうところを言ってるだけ。で逆に言うとね 最初にも言ったけど、図抜けで簡単ではないんですよ。で、もともと簿記検定試験って、いろんな団体がやってるでしょ。日商簿記が一番メインではありますけども、ね、他の団体さんもやってますよ。で、他の団体さんもやってますけどね。他の団体さんの三級に比べれば、日商さんの三級ってのは、やっぱ図抜けで難しいんです。もともと。でしょ。で、そういうもんなんですよ。で、その中で普通っつってんだから。そうすると、すか、受験簿記の観点から、それは三級、ね、他の。 団体がやっっててるののレベルの問題と比較した、ね、駆動だけど日は難しいね。だからうまいこと勉強が全部こなしきれなかったとか問題演習量が少なかったこういうことを理由に点数が合格点数を達しないってことはあって,あっても不思議じゃないんですよもともと問題の質が高いんだから日初っていうのは。でしょだったら今回ねうまいこといかなかった要因は何なのか。 原因は何なのかなってことは、まあ、せ,っかくなんせっかく勉強したんだから、まあ、やったものがいいよ単純に計算ミスだったんだったらえ次は計算ミスが出ないのに何をしたらいいの問題演習量こなすすんですよだって計算ミスってことは所詮集計に至るまでのそこの手続きです止まってるだけの話であって根本的に問題をね読み取って必要な仕分けを考えてっていう簿記の基本作業はもうできてるんだから。 だったたらより正確に集計ををし回答を作るるるのをすすめにはどうするんだともうんと練習あるのみじゃない問題をしっかりこなして集計をメインに据えたようなあ問題をどん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 こなしていけばもう次の試験でちゃんと結果出るんだから。ね、でそうじゃなくて問題文読んだ段階でちょっと誤認をしちゃうとか仕分けがうまいことどうしてできなかった言いうんであるならばそれぞれの題材をしっかり見極めてさこういう時になんでこういう処理をしてんだろう。 そこを基礎金使ったテキストなんか戻ってしっかり勉強し直せばいいじゃない逆にはそこだけ補正すれば点数は伸びて次の試験には受かるんだからねそういうことですよ。ここまで皆さんしっかりとねやっていただいたものがいい形で結果として残せた人もいれば自分が望んだような形になれなかった方もいらっしゃると思うそれは資格試験だからしょうがない、ね、でも間違いなく言えるのは、まあ、結果が出た方はねここで一つ。 ね、区切りにはなったと思うけども望んだような結果に出なかったそれは工藤だけど日照簿記の問題ってのはもともとレベルが高いんだからそういうふうになることはあるんです。あるんです。ですかしっかり勉強したってよ。ですか半分ぐらいの人は結果が伴わないってことはあるんだから産休は。でしょそういうもんなんですよでその前提で考えれば 1>, 1回ミスったからってやめちゃったらここまでの努力がパーになっちゃうもったいないですよで、2月の試験に関して言えば幸いにって言ったらあれかもしれないけど6月にねもうすぐ試験あるわけでしょねだから受験料だって安いもんじゃないけどさせっかく勉強してさねもうある程度土台はできてるわけじゃないで根本的に土台がなければ試験過剰行かないもんね多分でしょだここまでしっかり頑張ってくれたんだからそれはやっぱり形に残したものがいいよ だから「ああこうすればよかったなああすればよかったな」っていうのは自己採点の結果で合格点達してる人も同じですよ。え問題見た時にですかこうすればよかったあここミスってしまったっていう部分が多分あると思うのそれはしっかりとやっぱりね問題を見て見直しをして解き直しはやった方がいいよ。じゃないともったいないよ皆さん。でしょ試験終わったから「はい受かったよかったよかった終わり」じゃないんです。 まあそれも一つなんだけどあのせっかく頑張って勉強したんだから間違っちゃったところは間違っちゃったところとしてちゃんと補正をしとこうよ。でしょそうすればその論点は多分よりインパクトが残るから本試験でこれミスったんだよなね？そのインパクトが自分の中にあるわけじゃない。でそれを前提に勉強すればその論点抜けないよ。ね しっかりと皆さん方をここまで勉強したものを自分の中に残すことができるでしょう。それやったのいいよ。せっかく皆さん方ここまで頑張ったんだから。ね。だからまあそういったことは是非さやってくださいよ。で今日やれたら言わない。<laughs> あのさすがに僕も。おお今日はねまあ多分これご覧いただいてる段階でもうお家にお帰りになってる方がほとんどだよね多分。でしょおおだと思いますよ。まあなんかニュースによると東京は明日の朝雪降るらしいし。 夜から降るっつってたかな。あー寒くなっからね、えー。今日はね、まあ疲れてるでしょうよ。とっとと寝た方がいいですよ。早く休んだ方がいいです。で、冷えるようですから早めに休んでいただいてね。で、まずは今日は肝張っただろうから一旦リフレッシュしてくださいよ。で、明日明後日以降にせめてもう一回ぐらい今日の本試験問題い自己採点が良かった方も悪かった方もこれは関係ない。 ですか自分がミスったなと思えるところはやっぱり見直しはするべきやりたくないかもしんないけどやっておくことによってくどいようだけど本試験で自分はここミスってしまったんだもんなそういうインパクトのあるですか事象が前提として存在するんだから皆さんの中にそれを取り組んだものは取り込むことができたものはいつも以上に抜けにくくなるはずせっかく勉強したんだからそれはやった方がいい。 ね、もう勉強なんかしたくねえよっていう人がねあの何人か多分いるよね僕だってこんなこと言いながらよじゃあお前はあ受験生の時やったのかっつったらぶっちゃけそんなにやってないっす <laughs> あのだからあんまり偉そうなことは言えないね見たくもねえもんだって僕なんか自慢じゃねえけどあの税理試験の時なんかねもう試験会場出た瞬間に問題丸めて捨てた子だからね だから生とかつってね、えー、であのゴミ捨てんなっつって怒られてですね、まあ、怒られてもふてくされてそのまま帰ってきちゃうっていうね、えー、な皆さんそんなことしないですけどねす、えー、レっからしみたいなことしてたんですけどねまあまあそれは、ね、誰に当たろうか結局自分が悪いんですけどねあの勉強しなかった自分が悪いんですがまあまあそういう気持ち僕みたいな人間はいないと思いますけども見たくもねえよっていう気持ちはあると思うんだけどでもねやっといた方がいいよ。ね僕も嫌で嫌で。 見なかったけどねやっぱり僕が勉強を習った先生は最後の方にそれを言ってた試験終わったからって言って本試験問題を捨てるようなおバカっちょはいつまでやったってもう受からんとねえー、そんな人間は受かんねえほのがいいと俺のことだと思いながら聞いたんですけどね <laughs> あのでもね、まあ、そういう話を聞いてっからそうだなと思って僕もやり直すようにはしたんですこう見えてもですかあだから皆さんもね ちょっっととやってみるといいよ本当にね、やってみると意外と役に立つなっていう気はしたから。ね、騙されたと思って。で、やってみたら、騙されたと思ったら、まあ僕のところに何か言ってきても僕は無視しますけど、<laughs> あの、まあまあでもやってみてね、ああそうだなっていうのがあればさ、ああ皆さんプラスにもなるじゃない。でちょっとやってみてよ。ね、えー、騙されたと思ったら、騙されたな。で、ちょっとなんとかそこはこらえてください。ね、えー、でも絶対そんなことないよ。プラスになるから。 ねえー、ぜひやってみてください。はい、ということで、まあ、どうでもいい話もしちゃいましたがとりあえずこれでですね、えー、今回の3級試験に関する解説講義はおしまいというところになりますんでね皆、えー、さん、まあ、何してもこれで一旦区切りでございますからここまで頑張っていただいたんでねまあ英を養うというか、ねまあ、本当にもう今日明日ぐらいはゆっくりしてもいいかなと思うけどねこ工だけどもう一回ぐらい。 今日の本試験の問題のチェックというのはね、やった方がいいですよ。はい、以上で今日の講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。